愛嬌のある顔で優雅に泳いでいるのは高級魚のオコゼです。通常オコゼは黒っぽい色をしていますが、今回発見されたのは黄金色で非常に珍しいそうです。また違う魚かなと思ったんですけど、ちゃんと見てみるともう何も変わらずオコゼの色だったんで、ちょっとびっくりしましたね。この黄金のオコゼは熊本県玉名市の水産会社が天草の牛深沖で8日に捕獲しました。体長は20センチ、重さは300グラム。一般的な黒いオコゼに比べると存在感があります。縁起がいいと思うので、この水産でしっかり可愛がっていきたいなと思いますね。